何ですか。止めてなかったね。止まっちゃった。ありがとう。すいません。ありがとう。死ぬ。もう一回。もう一回ですか。もう一回じゃない。死ぬ。いや、あの、さっき俺が持ってたら、なってました。ごめん。あの10秒前っていいとこ。じゃあもうここから生活、ここから、やっぱり生活習慣病とかから。生活習慣病とは、その名の通り、生活習慣が原因で発症する疾患です。偏った食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒、過度のストレスなど、好ましくない習慣や環境が積み重なると、発症のリスクが高くなります。生活習慣病には高血圧、脂質異常症、糖尿病などがあります。そして気づかないうちに進行し、脳や心臓、血管などにダメージを与えています。その結果、ある日突然狭心症や心筋梗塞、脳卒中など命に関わる恐ろしい疾患を引き起こすことがあるので、生活サイレントキラーとも呼ばれています。動脈硬化とは、動脈硬化とは、脈にコレステロールや中性脂肪などが溜まって詰まったり硬くなったりして、弾力性や柔軟性を失った状態でスムーズに血が流れなくなります。コレステロールなど血液の脂質が動脈に溜まったり、酸素や栄養が不足したりすると、高血圧により常に血管に負担がかかったりしていると、動脈は弾力性を失い硬く脆くなってしまうそうです。アレルギー症状が出るというのは、クッキーなどに使われている小麦粉や卵のことではなく、人工着色料を使ったお菓子の時のことです。タール6などの体にあまり良くない成分なので、喘息患者やアスピリン患者などの何かしらの持病がある人には、肩頭痛や鼻炎や視力の低下などの症状が出る可能性があり、ハムやたらこ、カップ麺、冷凍食品の食べ過ぎで病気になります。加工食品の危険についてです。加工食品を食べることで、胃がん、カルシウムの吸収の抑制、骨粗鬆症や肝機能の低下、甲状腺機能に悪影響があります。そしてマーガリンはとても危険な食べ物です。マーガリンに含まれるトランス脂肪酸やジヒドロ型ビタミン K1 は心筋梗塞、脳卒中のリスクが上がります。次は危険な成分についてです。